どうもダイナスケです今回は僕の好きな小説「双子」について紹介というか解説したいなというふうに思いますでこの双子の著者が藤崎沙織さんってあの世界の終わりの,あのピアノをやってる人なんですよねキーボードやってる人なんですよねであの人って、まあ、もちろんそのアーティストじゃないですかであの <laughs> 小説も書けんのっていうふうにちょっとびっくりしたんですよねこ,れこの本友達が紹介してくれたんですけどそもそも確か藤崎沙織さんって双子のお母さんだ,しだったと僕記憶してるんですよね だから自分の子供のことを書いたエッセイかなっていうふうに思ったら全然中身違ったんですよねあのもうもうゴリゴリの小説であの <laughs> 中身がまあ、adhd っていうこうあの人いるじゃないですかその注意欠損と多動性を持ってる大野助も adhd の診察診断を受けたんですけどその adhd の少年のあのまあ20歳ぐらいまでの半生を描いたお話なんですよねであの 彼はね、あの主人公二人いて、女の子のなつこちゃんっていう女の子と、で、あの、男の子の、あの、月島くんっていう男の子がいるんですよね。で、この月島くんが ADHD っていうことが物語の終盤でわかるんですけど、まあ、他の人とはね、ちょっと感性が全然違うんですよね。 話し方は、なんか大人びているし、なんか論理的な思考能力とか、あの、言語能力がめちゃくちゃ高いんですよ。月島くんも夏子ちゃんも。ただ、月島くんは、なんか、すごい自分勝手な言動が、とか、衝動的な言動が多いんですよね。例えば、その夏子ちゃんが、その月、まあ、出会いは、その夏子ちゃんが中学2年生で、月島くん1歳年上で中学3年生の時なんですけど、あの、まあ、ちょっとしたことから、夏子ちゃんが話しかけて仲良くなったんですけど、 まあ、2人は朝からら晩まででずっとなんか電話でお話おしするようなぐらいなんか息統合したんですよねただ月島くんは別に夏子ちゃんのこと異性として好きってわけじゃないですよねただ好きというかあのあの自分にとって大事な人間ということは言ってるんですけどまるで僕と君はあの双子のような存在だねっていうふうに言ってるんですよねで夏子ちゃんからしたら月島くんのこと好きなんですよで月島くんのこと好きって本人も気づいてるんですよねただ月島くんは別に付き合うこともせず肉体関係を持つこともせず。 僕たちはそういうあのそんな関係じゃないだろうっていうふうに言ってなんかのらりくらりと交わす上にその月島君が今クラスで気になってる人がいるんだとかあのまあ後に病院行くんですけどその病院で入院してる時にあのすごいなんか気になってる綺麗なな、ね、ナースの人がいるんだとかっていう話をその夏子ちゃんに話すんですよね。 でこの心理が俺全然理解できなくてなん,すなんかすごい嫌なやつだなっていうふうに思うんですけど俺最初は読んでてあの月島君は本当は夏子ちゃんのことを好きだけどどうアプローチしたらいいのか分からないし。あの 言語能力が高いけれど結局精神的には未成熟な少年だからあのまあ自分のことを好きだと分かってくれるんだっていうことが分かっている人に対してあのその人を振り回してあのその愛を確かめているというか自分の自尊心とか優越感を満たしているっていうまあ幼稚的な行動なのかなっていうふうに僕は月島君のことをあの解釈しようとしてるんですけどであのまあ僕の友達この「双子」を読んだ,とだ友達だったりとかまあネットの考察とかを読んでみてもねいまいちピンとこなかったんですよね。 まあそんな風うになつこちゃんを振り回したりとかこ,こんなどころじゃないですよなつこちゃんへの振り回し方っていうのが <laughs> あの、まあえーとね、学校が合わないと別にいじめられているわけでもなくて、まあ、顔立ち目鼻顔立ちもそんなに悪いわけじゃなくてなんかあの性格が変なやつっていうことでクラスからそんなに何て、まあ、いうかまああ,のあえて群れない孤高の,の存在みたいな感じらしいんですよね月島くんはで。高校行ってもなんかうまくなめずに 結局高校辞めちゃうんですよね1年ででその後高校2年ぐらいの時にまあ、あの留学に行ってアメリカに留学に行ってただその留学に行ったけどまあ生活習慣の違いとかであのまあなんか嫌になっちゃうんですよ、ね、だっただ嫌になる前にその夏子さん夏子ちゃんに対してあのなんだろうあの結局まあまあ、まあ、あの客観的に考えたらあの なんだろう絶対にその学歴は高い方がいいじゃないですか人生の選択肢増やすに越したことないじゃないですか高校と大学7年間通うことによって大卒までの,あの、まあ、称号を持っていくことによって残りの、まあ、人生100年時代という風に言われているあの、まあ、70年ぐらいは健康的に生きるじゃないですか社会人になってからもそれぐらいの生活の障害賃金とかそのどんな仕事をするのかとかの選択肢がめちゃくちゃ増えるからどんなに嫌でも。 せめてあの高校ぐらいはそして大学ぐらいは行ったほうがいいじゃんっていうふうに思うんですけど思うところですよねやっぱ,やっぱ僕,僕たちからするとただ月島君はこんな中途半端な気持ちで高校通うぐらいだったら別に通わなくてもいいやっていうふうに言って高校1年の頃から不登校がちになってて高校1年生で結局辞めちゃってただその後あの、まあ何かやりたいことがあるわけでもないんですよ月島君何かやりたいことがあってもう中学あの高校辞めるっていうふうになってなんか起業するとかならまだしもう結局何もせずふらふらと散歩したりとか自転車こいだりとかで残りはバイトして とかししてて日々を過ごしてるんですよねこれがあなたが高校生活やめてやりたかったことなのっていうふうに僕は読んでて思ったんですけどでその、まあ、月島君のお父さんも、まあ、見かねてというか「あのまあ、お前その日本が合わないんだったらちょっと海外に留学してみたらどうだ?」っていうふうに提案してくれて、まあ、断る理由も特になかったから「いいよ」っていうふうに言うんですよね。ただ、まあ、夏子ちゃんからしたら、えー、いや大丈夫ってあのまあなんだろう。 その昔からその月島くんは音楽とかもやろうギターもちょっとやったけどあの別にその没頭するってわけでもなくてすぐ飽きちゃってそんなにうまくないですよねとか何かやろうというふうに思ってもすぐ飽きちゃうことが多くてあの彼は今までその自分の信頼をなんかた約束を守ってくれたことがないというかまたそのなんかまあ留学行くっていうふうに言って行かなかった場合また周りを振り回すのかなとあの信じる要素がな,ないんだけどそして。 まあ彼は海外でやっていけるのかなっていうふうになずこちゃんも思っててそれを電話とかで言ってたりしてたんですけどで結局そのアメリカ留学に行って2週間ぐらいでもうあのパニック障害を起こしてもう留学取りやめになるんですよねでそれ見たことかっていう感じになるじゃないですかでまあここまでの話を読んでて気づもうお気づきの方いるかもしれないですけど実はこの双子って話ってあの藤崎沙織さん著者と。 あの、世界の終わりのボーカルの深瀬くんの実話をオマージュしたやつなんですよね。あの、深瀬くんも海外留学して、あの、途中でなんかパニック障害を起こして、なんか、あの、エピソード記憶とか全部飛んじゃったらしいんですよね。 でその時にあもうこの世が終わりだっていう風に思ってから「世界の終わり」っていうバンド名をひらめいたっていうやつだったと思うんですけど僕昔「その世界の終わり」が大ヒット10年ぐらい前に大ヒットしてた全盛期だった頃に何かオマージュされた彼の半生を描いた漫画が確かマガジンとかで連載されててそれを読んだあのやつを記憶を頼りに僕今話してるんですけど間違ってたら「世界の終わり」のファンの方々すいませんなんですけど。 この双子って話は、もちろんゼロからその藤崎沙織さんが、あの、なんかフィクションで物語を描くっていうのはさすがに酷で、その藤崎,藤崎沙織さんと、あの、あの、ボーカルの深瀬くんは、えっ、ー、と、なんか、えっ、ー、と、幼少期の頃から近所だったのかなで、あの、一切と、藤崎さんが一歳年下で、あの、 深瀬君に対して好意を持ってたかどうかっていうのは別としてまあけどこの細かい心理描写を見るにあの藤崎沙織さんも深瀬君のこと好きだったんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどそれはともかく彼らの半生をあの若干オマージュして名前を変えたりとかしてあのまあ自伝風小説あの小説風自伝って言ったらいいのかなにしてるのがこの双子って話なんですよねであの,話なあの双子の話に戻るんですけどあの月島君は えと夏子ちゃんのことを僕「あの僕と君は双子みたいだよ」ってそのなんか恋人とかじゃなくて双子みたいなそのなんかどっちがいなくなってもいけないような二人で一つのような存在なんだよっていうふうに言ってたんですよねでそのあの夏子ちゃんのご両親とかもあの夏子ちゃんが月島君と毎日夜遅くまでずっと電話してるのを見て「あの仲いいね」じゃなくて「怖い」っていうふうに言ってたんですよね何かあの何かに取り憑かれたみたいだってそれぐらいなんか一心痛い同心というか あのまあ2つの体に1つの心ぐらい何か2人に惹かれ合っているものがあるっていう風に周りから思われていてでその一方でそのなんだろうだから夏子ちゃんもあの月島くんのことは異性として好きだしそして一緒にいて楽しいけど。 彼とずっと一緒に居続けると周りからの目がなんかすごいとこ多分これは異常な関係なんだと二人がずっと一緒,一緒に居続けると何かまあ将来二人とも一緒に破滅していくんじゃないのかってまあ月島くんは現にその勝手に自滅 <laughs> なんですけどその高校を辞めてその留学もあの途中でパニック障害を起こして帰ってきちゃってっていう風になっててで自分も夏子ちゃん自身もその月島くんがそのまあ障害,障害になってあの まあ、あの病院院に入院してから ADHD いうのが判明すするんですよねでその後その元気のない薬飲んで、まあ、ADHD の薬コンサートとかあるんですけどあのそれ飲んだりしたら、まあ、あの元気が減るわけなんですよ <laughs>、まあ、あの体験談とかも僕の友達の ADHD の人の話とかも含めなんですけどあのコ,ンサートコンサートとか飲んだら元気が出なくなるわけなんですよ皆さんの僕たちの日中あのなんか日頃の体調のパフォーマンスが10段階中4ぐらいだったとしたら普通の時でさえ読んだとしたらそのなんか薬飲んだ時とかって。 ADHD の人たちの薬を飲んだ時とかって月、まあ、島くんがその作中で明かしてたのはあの、まあ、一番パフォーマンス良くて10段階中4ぐらいとであの、まあ、パフォーマンス悪かったら3とか2とかでまともに歩けないみたいな状態なんですよねでそんな状態なのに月島君はちょっと散歩行きたいっていうふうに言ってあの夏子ちゃんの肩を借りてなんか河原に遠くに散歩しに行こうとしたりとかあの で、遠出したら、夏子ちゃんお腹減るじゃないですか。ただ月島くんお腹減ってないんで、俺その辺にいるから勝手に食べてきなよみたいなこと言ったりとか、するんすよね。とか、夜遅くまで電話をしてきたりとかするんすよね。体調がこう悪くて、みたいな。 で、挙句の果てに、そのパニック障害というか、その ADHD が加速して、その病院から脱走するんですよね。その病院のそのタグ付けみたいなのが手首に巻い,巻いた状態で、あの、病院の看護服みたいなのをあの着たまま、その夏子ちゃんの家に、あの、月島くんが来るんですよね。で、あの、夏子ちゃんの弟も、なんか月島くん来てるけど、すごい、なんか言動がおかしいよ。大丈夫っていうふうに、まあけど、とりあえず夏子ちゃんの部屋に、あの、月島くんを通して、弟くん弟くんの部屋に行くんですよね。だったら、その月島くんが、もうなんか、あの、まあ、 メンヘラ男の,あのストーカー男の末路みたいな感じになってすごいなんか「あのなんで誰も俺の気持ち分かってくれないんだうるさいうるさい」みたいなふうにその夏子ちゃんに正論言われたらそのなんか <laughs> こうあの月島んが壊れて。その <laughs> なつこちゃんの部屋のカッターをチャキって伸ばして、なつこちゃんにのしかかって首に当て、当てたんですよね。うるさいって。で、もう完全にやばいじゃないですか。で、弟くんが、なんかうるさいけど、あの、なんか騒がしいけど大丈夫っていうふうに、部屋開けてその状態を見て、お前何してんだっていうふうに言って月島くん引き上がすんですよね。で、 まあ夏子ちゃんも怪我したことはないんですけどただ室外機あの蹴っ飛ばされてなおかつ首筋にカッター当てられたんですよねであの月島君のお父さんが迎えに来て、まあ、月島君の家と夏子,夏子ちゃんの家はまあ深い仲,にあの仲良かったんですその月島君の夏子ちゃんが仲いいからだから息子のことがすいませんでしたっていうふうにご迷惑おかけしましたってあのこいつはすぐ病院に戻すんでっていうふうに月島君のお父さんすごくがたいいんですけど。 まあ、その、なんか、夏子ちゃんの一家に謝ってて、だったら、月島くんが、その、あの、月島パパの手から離れて、あの、玄関に、あというか、脱走するんですよね。あ、これは待てっていうふうに、に、あの、パパを追いかけるんですけど、で、夏子ちゃんからしたら、その、なんだろう、もう完全にこんなやつ付き合わない方がいいじゃないですか。あの、関わらない方がいいじゃないですか。で、夏子ちゃんも現にその首筋にカッターをしてらただいてる時に、あ、もうなんか、月島くんなんてどうでもいいやっていうふうにお思ったらしいんですよね。ただ、 でさっきまで自分を殺そうとしてた相手っすよで自分の部屋の室外機蹴っ飛ばしたやつっすよ加湿器か室外機じゃないな加湿器を蹴っ飛ばしたやつっすよそんなやつが家から、まあ、玄関から離れててあのでなんか玄関で雄たけび上げるんですよねうわーって月島君の雄たけびが聞こえるんですよねもう完全にやばいやつじゃないっすかなのになつ子ちゃんは玄関開けて彼を見たんですよねで月明かりに照らされて泣きながらああの叫ぶ彼の姿を見てなつ子ちゃんは 美しい獣だ。っていうふうに思ったらしいんですよ、ね。もう、夏子ちゃんもやべえなっていうふうに僕読んでて、ちょっと、うん、まあ、あの、控えめに言って爆笑してしまったんですけど、いやもう夏子ちゃんの気持ちも全然わかんないというか、あ、もう完全に二人は共依存の関係になってるんだなっていうふうに読んでて思ったんですけど、だからそれぐらい、あの、はたから見たら僕たちから読んで、が読んでて思うのが、 あ、もうこの二人ずっと離れた方がいいなっていう風に思うにもかかわらず、もう夏子ちゃん、で、夏子ちゃん自身も、あの、あもうこいつとは一緒にやってらんねえわと。あの、振り回されまくりだ。私ももう疲れてるわと。で、夏子ちゃんも、その、月島くんの依存から離れるためにもともと5歳ぐらいの頃からピアノやってて、で、 もう月島くくんとは全然関係のない進路音楽大学を行くために毎日ピアノ練習いいっぱいしてたたんですよねただピアノの練習いっぱいしてるけども月島くんから電話かかってきたりするからピアノの練習集中力が途切れるけどピアノの練習中断して月島くんの長話に付き合ったりとかしてたんですよね。でそういうのも限界だっていう風にに何か突きつけたりしたらあの月島くんが家に乗り込んできてカッター押し付けてきたっていうあの次第なんですけど。だからもう あの私はそのあなたと離れる準備をしてるのな,なんであなたはそんなに自分勝手なのっていうふうに,に思ってるしそれ言ってるんですけどいざで,でなおかつもうこれあの関係はもうぶっ,壊れるぶっ壊れたでしょっていうような状態に陥ってもなおその夏子ちゃんは月島君のことをその泣きながら叫ぶ月島君のことを「なんて美しい獣だ」っていうふうに思うぐらい結局心の底では浸水してて離れることができないっていうようなねいびつなね なんか恋愛関係というか人間関係というのがね、僕が今まで読んだ小説とか、まあドラマ全然読まないんですけど、小説とか、なんか映画とかアニメとかの中でも、もうなんかいびつというか、もう新鮮すぎて、なんか目が離せないというか、続きがめちゃくちゃ気になるというか、深く考えさせられる話なんですよね。っていうところまでが物語の中盤で、まあこんな感じで、ね、月島くんがずっと暴走するんですよね。で、あの、あの、まあ、結局バンドやるんですよ。 バンドやるんですけどそのなんかまあ場所を借りてあの、まあまあ、そのライブをやるための場所を借りなきゃいけないとただその初期費用は100万ぐらいかかるんですよねで月島君金全然ないんですよあのあの結局友達に出させるしその夏子ちゃんもお前もバンドに加われっていうふうに言ってであのピアノもこの借りたラ,イブあの仮ライブハウス工場跡地あのま地将来はライブハウスになる予定のここで練習すりゃいいだろうだからお前も金払えっていうふうにあの月島君言ってくるんですよね。 で断られよっていうふうに思うんですけど夏子ちゃんもいいよっていうふうに言うんですよねでああのまあ、夏子ちゃんはそのライブハウスを利用するけど別にバンドメンバーじゃないんですよねただバンドメンバーが全然集まらないから月島君が「もう絶対嫌だったけどお前でいいやあの夏子お前うちのバンドメンバーに加われ」っていうふうに上から目線で言ってくるんですよねけど夏子ちゃん入るんですよねもうなんなんお前らっていうふうにちょっと <laughs> いやちょっと口悪くなっちゃったんですけどいやもう勝手にしてくれっていうような感じなんですよねその その、その、ライブハウスをやるための工場を借りましたと。あの、工場跡地を借りましたと。で、そこも、もちろん工場跡地だからライブハウスにするためにめっちゃ DIY しなきゃいけないですよね。で、夏子ちゃんは大学生になったんですけど、まあ、音楽大学の勉強とかレッスンもあるし、そして、その、 ま、あ工場跡地の毎月の家賃十何万円とかを4人で分けて2万5千円ぐらい稼がなきゃいけないんですよね。っていうのを、その自分のピアノの熟講師代だったりとか、あの、ピアノを、の伴奏者として、なんかナイトショーとかに出に行ったりとかして、稼いだりとか、他にも居酒屋とかで普通に働いたりとかして、で、その夜10時ぐらいになってから、あの、なんだろう、工場跡地に行って、あの、ま、男の子たちと一緒に DIY をして、で、お風呂はもうシャワーで頭洗って、あの <laughs>、 体はあのベビーパウダーみたいなベビーパウダーじゃないかあのウ,ェットあのウェットシートみたいなやつであのオードリーの春日さんじゃないけどあの体を拭くだけでお風呂済ませたりとかしててもう女を捨てたような生活をしだすんですよね。とかそんなことしてたらその他のバンドメンバーとかにちょっと襲われちゃうんじゃないかっていう風に僕ちょっと危惧してたんですけど特にそんな病写とかなくて、まあ、胸をなで下ろす限りなんですけどでこんな2人のいびつな関係は最終的にどうなっていくのかっていうのがねまあそこは皆さんの ご自身の目で確かめていただきたいなっていうふうに思うところなんですけど、いやけどもう言っちゃうか。あの、ちょっともう言いたいっすわ。あの、すいません。言いたい、言いたいところまで言います。で、月島くんは、なんか、その途中で、その、まあ、結局 DIY とかに1年ぐらい費やして、結局そのコンサート、ライブをね、1回も1年間の中で開催してないですよね。で、月島くんは、もちろんその中卒だし、 その自分で自分で招いた結果なんですけどで俺にはもうこれしかないんだ音楽しかないんだっていうふうに言うんですよね今までそんなあの、まあ、歌声は綺麗なんですよただギターもそんなに練習したこともなくてでなんかどんなものも何事も中途半端にしかできなかったっていうふうに言ってたんですよねだからもう俺にはこの音楽しかないんだお前ら 本気なのかと、俺についてくる気あんのかみたいなこと言,言ってくるんですよね。いや、その熱い気持ちはいいんですけど、行動が伴ってないよなっていうふうにもう読んでて、ちょっとね、ちょっと腹立たしいんですよね、大之助としては。あの、なんつったらいいのかな。えっとね、そ、その発言を言うなら、お前らついてくる気あるのかっていうふうに、他のメンバーに知った激励するぐらいなら、そもそも、その、ライブの場所代ぐらいは自分で稼いで用意しておけっていうこともあるし、 今まであれ興味あるっていうふうに言ったのに、ね、すぐ投げ出してきたし。 あのまあ、そのなんか留学も、まあ、なんとかなるだろうっていうふうに言ってたくせに2週間ぐらいで投げ出してきてでまあ高校,もめる高校も俺には会ってねえよっていうふうに言って逃げてじゃあその後何しますかっていうふうになったら特にやりたいことないからブラブラと散歩と自転車とバイトに明け暮れる日々を過ごして結局その逃げる自分を正当化し続けてるばかりじゃないかっていうところがねその昔の大ス助とリンクして月島君がめちゃくちゃ <laughs> その自己嫌悪じゃないけどその昔の自分を見ているようでめちゃくちゃ腹立った 大之助自身今からちょっとああのでその後あ、まあ、ダイ大之助の話は後でしますわでそのあと大之助月島君がみんなになんか「お前らついてくれる覚悟あんのか?」っていうふうに言ってで夏子ちゃんに「お前歌かけ」っていうふうに言うんですよ、ね、その月島君たちも歌,歌を書いてるんですけど夏子もかけっていうふうに夏子ちゃんも書いてっていうふうに言うんですよねただ夏子ちゃんは別にそんなあのバンドであの生きていくつもりとかもなかったし。 ただ月島君たちと一緒にいるのが楽しかったからやってるだけでそんな音楽をなんか自分で書く気はないっていうふうに 思っていたりとか、そして、その、ま、なつこちゃんは、あの、5歳ぐらいの頃からずっとピアノやってて、15年ぐらい音楽やってるわけなんですよ。一番経験がそのメンバーの中じゃ長いわけなんですよ。にもかかわらず、その月島くんに、そこ半音ずれてるとか、なんかも、も、あの、ちゃんと音楽の勉強してっていうふうに、あの、月島くんの方が全然勉強してない文全なのに、なんかマウント捉えたりとかするんですよね。もう完全に月島くんモラハラめ、あの、DV やろうっすよね。 絶対こんなやつ付き合わなくてよかったというふうに僕個人なつこちゃん付き合わなくてよかったというふうに僕個人にしては思うんですけどただなつこちゃんはずっと一緒にいてそのなんか血へど吐きながらも泣くあのもう半泣きになって半泣きになってるか泣きながら精神科に通いながらそのなんで私はこんなことしてるのっていうふうに思いながらそのひねり出した歌詞,歌詞,が,歌詞がすごいなんかなんかまあ他のメンバーも月島君もこれすごいいい歌詞だよなつこちゃんになっちゃんにしか書けない歌詞だよっていうふうに褒めてもらってで まあ結局ライブも軌道に乗ってなんか音楽プロデューサーの目に留まってっていうところで話は終幕になるんですよねでそこまで読んでて「あこれ深瀬くん」と、まあ「世界の終わり」メンバーの,なんかあの,、まあ、あの生き方とか人生と人生をオマージュしたやつだったのかってその時やっと気づいたんですけど「なんかセ,カセカオワハウス」っていうのがあるらしいんですよね疑問系なんですけどそのセカオワのメンバーが暮らしている。 そこはこんな経緯で作られてたんだっていうふうに思ったんですけどでここからが大之助個人の話なんですけど,ど終始僕ちょっと月島君にイライラしちゃったんですよね。そのなんだろう自分に好意を向っていうふうに言っておきながら僕最近好きな子できたんだよねってあの好きな子あの夏子ちゃんにそんな話をするっていう神経が全く理解できないしそしてなんだろうその。 何事も長く続かないっていう風に思ってるしそして周りからはなんか甘えるなよっていう風にさっきの大之助みたいに客観的に見て甘えるなよっていう風に言われるわけなんですよ。 であまあ僕も ADHD だから分かるんですけどその注意が散漫になったりとか一つの物事に集中できなかったりとか何かいろんな音とかあの嗅覚だったりとか視覚だったりとかが他の人よりちょっと過敏な傾向がある可能性も高くて、まあ、だから注意が散漫になっちゃうとか感受性が高すぎるっていうのもあるかもしんないですよ月島君には。その気持ちはすごいよく分かるんですけど結局あまあ社会は僕たちの母親じゃないですよねお母さんじゃないですよね。 その月島君は自分の逃げる行動を正当化して何にも努力してない描写がすごい多かったじゃないですかその,あの私は尽くされて当たり前なんだろうあの誰かに助けてもらって当たり前みたいな何,何かやり,たいやりたいことがあるわけじゃないけどみんなと同じような生き方が嫌だってそれみんな思ってるわってあのみんなやりたいこと見つかってないけどあのなんだろう普通に。 生きていくためには、学校を出て、いい働き口でお金を稼いで我慢しながら生きていかなきゃいけないんですよね。それが嫌だったら、自分で刃を磨いて、自分の価値を高めて、あの、なんか自分でお金を生み出せるようにしておかないと、この社会の中じゃ生きていけないんですよ。それが嫌だったら、その、なんか山奥で、なんか、ひっそりと暮らせばいいんですよ。ただそれもせず、結局親のすねをかじって、 あの月島くんその留学行ってすぐ帰ってきたりとかして生きてきてるわけなんですよねっていうところに僕すごい深い憤りを感じて、まあ、結果的には、まあ、みんなが音楽の道で花開いたからよかったけどこれもうあのなんだろうバッド・エンド・ルートが多すぎるっていうふうにちょっと読んでて思っててそういう感受性が高くて衝動性が高いからこそ繊細な人だからこそ,その深瀬君の,の繊細な声だったりとか歌詞とかが生み出されたのかなっていうふうに思うところなんですけど。 <laughs> なんかいつの間にかつ月島くんじゃなくて深瀬君の話にシフトしちゃったんですけど大之助もあの、まあ、前述した通り ADHD っていうのが、ね、社会人になってから分かったんですよね。でまあ、都会だからといってその自分の友達に別に言ってるわけでもなくて社会あの職場とかにも言ってるわけでもなくてあのなんだろう あの、自分は、こういう障害を持ってるんです。だから、花より、花よりも蝶よりも丁寧に扱ってくださいみたいに言いたくないんですよね。僕の友達にも ADHD の友達がいて、で、彼も、そんなこと言いたくないっていうふうに言ってるんですよ僕と同じ、あの、理論というか理屈で。結局、その、自分、頑張れない自分を正当化する言い訳に、障害を使いたくないんですよね。 自分は他の人たちと感性が違うんだっていうことが分かったら自分の取り扱い説明書が分かったということもあるし無理して他の人とあの合わせなくていいんだっていうふうにあの自分自身に腑に落ちるというか納得することができる自分と向き合うことができるっていう一つの仕様として自分は他の人よりちょっと感性が違うかもしれないから無理して他の人に合わせなくていいよっていうふうに自分に言い聞かせるために,誰にもそして何より ADHD の人たちっていうのはやっぱりまあ 社会の人たちと会いにくいかもしれないけど、だからこそ、その自分の世界に没頭できたりとか、あの、ま、他の人たちは、そのブランド品だったりとか、高級な車だったりとか、時計だったりとか、家だったりとか、あの、 を使わないと幸福を感じられないかもしれないけどその感性が鋭い人たちだったら自分がちょっと育てた花だったりとかその道端に咲くなんか草木だったりとかちょっと散歩をしてその時のその風がその方に当たる感触だったりとか匂いだったりとかですら喜びを感じることができるぐらい感受性が高いんだから全然楽しさにあのコスパいらないですよねあの <laughs> ダイノスケ別の動画とかでも飲み会すごい嫌いだっていう風に言ってるのとかもそのなんかいろんなものが視覚に入っちゃうだったりとか あの例えば空になっているビール他の人たちのビールのグラスだの,あの減り具合とかに気になっちゃったりとかあの目の前でお話をしている人の話もちゃんと聞きたいけど視界の端っこでやっぱ飲み会の大人数と,大人数とかになったらあ「早く飲み会終わんねえかな」っていうふうにつまんなそうな顔してる人とかもいるわけじゃないですか。でその人に話をふもう振りたいけど目の前の人の話もしっかり聞きたいしっていうあのことだったりとか。 あとその、まあ、シンプルに人の声とかあのジョッキがガチャガチャ言う音だったりとかっていうその,あの聴覚に刺激が強すぎたりとかしてねすごいストレスかかるんですよね大之助はね。っていうこともあってあイ大之助はあのちょっとそういう聴覚過敏なところとか視覚過敏なところがあるからあ,の、まあ、あんまり大勢の飲み会とか食事とか好きじゃないんだなっていう取り扱い説明書が分かったらあらかじめその断ることができるじゃないですか。あの自分の大好きな人たちとあの せっかく会うことができてもストレスがストレス過多になってしまってすごいなんか疲れた状態だったりとかしたらせっかく友達と会ってもそのチャンスをあのみんなの話を聞十分に聞けたりとかしないじゃないですかできないじゃないですかっていうことになるからあらかじめ自分の使い方とか扱い方を理解しておくことって重要だし そしてあの自分の考えとか意見とかを正当化したいっていうふうに思うんだったら力をつけろとそのピーピー泣きわめいて誰かに介護してもらうというか手を差し伸べてもらうんじゃなくてそのなんか他の人と違う個性を磨いて鍛え上げてあの自分と同じように悩む人たちを救えるような人間になろうっていうふうに大之助個人としては思ってるんですよねだからこそ月島君みたいに逃げに徹しているその ADHD の人を見たらあ,のあなたみたいな人が。 自分 ADHD なんです、みたいな風に言ってたら、そのなんか社会の中では ADHD のやつだって、どうせそのなんか、なんか自分に甘くて、あの、なんか逃げてばかりいるやつらなんだろうっていう風に、結果的に社会に受け入れられなくなってきちゃうかもしれないですね。まあ、まああくまで可能性の話なんですけど、っていうこともあって、あの僕は、その言い訳したくないなっていう風に、 あのまあ、せめて言い訳とかあどうせ無理だろうっていう風に思うのは死ぬ直前で、まあ、ベッドで寝たきりの時でもできるからだから死ぬ最後の瞬間まで僕はあがきたいんですよねにもかかわらずそのなんか自分に甘い言葉を投げかけてそのなんだろうなんか自分は被害者ですみたいな感じでなんかグチグチ言って逃げ続けている月島君に対してね終始ちょっと憤りを感じちゃったんすよねあの深瀬君と月島君好きな方々はすいません で話自体はとても面白かったしもうめちゃくちゃ考えさせられましたその月島君の言動とか意図とかがね全く理解できなくてそのちょっと本を読むたびに本を閉じてなんか散歩してこれどういう意図かな月島君ん,んでこんなことすんだろうみたいなのんねあの考えながら読まされたりとかしてとても面白いコンテンツだったんですけどいやーだからこそねいやーなんかねみんなはこの本を読んでどういう風に受け取るのかなっていうのがすごい気になって紹介したいなっていう風に思いました。 なので皆さんもぜひこの藤崎さおりさんの双子っていう本読んでみて、あの僕は私はこういう風に感じたよ。大之助ほどそんな月島君を剣をしてない。いや、大之助別にトータル的には月島君は剣をしてないし、まあこういう人もいるんだろうなぐらいに落ち着いてるんですけど、ただ、あの、うん。まあそういう夏子ちゃんとくっつかなくてよかったなっていうふうに心の底から思いますね。その僕夏子ちゃん、夏子ちゃん派閥というか夏子ちゃん、あの、をなんか支援する立場としてはね。で、なんだろう。 夏子ちゃんと双子っていうふうに月島君言ってたけどあの僕たちは双子だよみたいなふうに言ってたけど絶対双子じゃねねねえだっっててて性格にに似てもねつかねえよよいうふうに思うんですよ、ね、でまあ、最後に夏子ちゃんも「私たちはあ,のあ,あ,あなたは私たちのこと双子って言ったけど双子じゃないからこそここまでそのぶつかり合うことができたし子供ここまで高め合うことができたんだよ」みたいなふうに言って締めくくってるんですけどだからまあなんか双子のような関係でありながら双子じゃないっていうのがねなんか。 あの、新鮮な人間関係としてすごい面白かったなーっていうふうに思いますね。なので皆さんも、あの、なんだろう、僕以外の考え方とか捉え方とか受け取り方とかあると思うんで、ぜひこの本を読んで、いや自分をこういうふうに感じたよっていうのをね、ぜひコメント欄で教えてほしいなっていうふうに思います。ということで今回は以上。